冬ということで模様替えをしていきたいと思います。出た出た、はい、そんな感じで、まあ俺たちの部屋こんな感じです。まあ僕の部屋紹介していきます。こちらベッドです。今日は寝散らかしました。ベッドです。はい、続きましてこちら来てください。こちらジャンバーとかそういう帽子とかまあ体操服とかまあそんななんかこのセーターとか色かけるのとかまあそんな感じをかけてます。これは服かけるやつです。続きましてこいつゴリラです。ゴリラ、はい、続きましてここは教科書とかをいろいろ入れてます。でここは前お菓子とか DVD 入れてました。でここがあれですね、サングラスとかメガネを入れてます。はい、でこれがまあなんかちょっとわかんないです。でこれがまあいろいろかけてまして、でここになんかガラクタが入ってて、でここはなんかカードとかいろいろなんか使うもん。これが袋ですね。袋とか入ってます。でここ、これもまた教科書類で、これが服パジャマとか入れていって、これはこのまま持っていたバッグで、これ見てほしい。これちょ、アップこいつら、ちょっとよく見てほしい。俺のコレクション、これシャクレルプラネット、俺のお気に入りこいつ、ハリネズミだ。ハリネズミの顎、これ見て、これすごいでしょ。ピントが合ってない。でここに野球のトロフィーとかが載ってまして、でここにこの前小学校の時ベスト8、はい、それが載ってますね。続きましてこっちの部屋、はい、なんか今日はね、はい、模様替えでも先ほど ね、 ちゃんと喋ろうか先ほどね、ライ君がね、まあ、言ってた通りでね、あ、模様替えしていくんですけど、僕の部屋も紹介していきたいと思います。はい、どうぞ。はい、どうぞ来てください。はい、でね、こっちこれ、はい、まあ、さっき見てた服のやつとかもう行通なんですけど、まあ、これ僕の服ですここに帽子とかかけてます。はい、次、はい、あ、ぐっちゃぐちゃこれ、まあ、僕の野球の服とか、はい、ライ君の、まあ、制服とかで巻きとか帽子とかいろいろかかってます。はい、でこちらがこちらが石川つづみのズボン、立花あつみこれが俺のズボンと、まあなんていうかな、上の服、パーカーとかで、こっちが俺やな。そう、はい、ライクのやつ。次この、ここ僕の棚。はい、まあコンビニでなんかくじ売ってたんで、やったらたまたま当たったというやつですね。はい、どうも食用部ないんです。それはいいです。で、これガラクタが、これもシャクレプロネット、ガラクタがいっぱい入ってます。ガラクタがいっぱい入ってます。はい、で次こちら、次ベッド。はい、いつもねこの風に寝ています。はい、はい、じゃあこれをただいまからビフォーアフターしていきたいと思います。ステイゴー立ち番のよはい、じゃあただいまからこちらのこの服みたいな、この棚、この棚を棚みたいなかけるやつを廊下に持っていきたいと思います。はい、では行こう。どうした夢と希望につまずいた。よし、行こう。東京もそう、はい、行こう。まあ、こんなバッグとかはもう一回もうこの目で置いてきます。あー、もうぐちゃぐちゃ。バッグもこの目。さあ、ここでスペシャルゲストを呼びたいと思います。はい、せーの、はい、呼んできました。はい、ミミ来ました。何、はい、じゃあこの机を持っていきましょう。このでっかい机を、これですね、自分で作ったんですよ。これすごいです。おお、プレイボーイ。はい、ちょっと出そう。傷つきたな、傷がつく、やめろ。はい、なんかちょっと傷ついてない？それはすごい、めっちゃ色ついてるし。せーの、ヒデさんと、こもったら外れるかもしれんじゃった。そこ持つね、この下の太いの、せーの、
おぶねーせーの綺麗になりました。よし。どこ見てんねん。じゃあここは今から掃除していきたいと。はい。じゃあまず掃除機。麺。掃除機麺。あ、代わりましょうか。いや、俺の部屋は俺寝ろ。オッケー。俺の顔掃除機。俺の顔掃除機。いきます。終わったということで、早くない？今から何をするかと思いますと、そう思います。はい、カモメン、こっち来てください。ここ見て、ここ、これ、このホコリ、ここホコリわかるかな？はい、じゃあこのホコリを今から取っていきたいと思います。この隙間とかがすごいのよ、これもとにかく。ほら、こうね、こうやって、でこの間もこれも本当すごいから、見てこの角、汚いわね、奥さん。本当そうだわ。もう最近の若者と言ったらもうこれ100歳だと、おいいかげんにしなさいよみたいな。ピントがボケてる。 I want us、 あーこの腐敗した世界に落とされた。続きましてこちらのウェットフローリングシートでこれをしっかりもう綺麗にしたいと思います。じゃあ今から三に笑う単にこれが歌う。はい、でこのウェットを今からこのこう持ってきます。これをこう持っていきます。ほらはまった。向かって。これがこうやっとしたらほらはまった。ここでガンってなりました。はい。まあこんな感じで次はどうしよう。ここにスズミのベッドを持ってくるんで、このソファーを一回あっちに持って行って、でそのままこう持っておく。OK。え、今から自分の部屋片付けます。はい、どうぞ。はい、まずこれを外に。早速引っかかりました。さあ、つみここはどうやって対処するか。もっとうまい窓を使ってそこでしっかりとしギャーンゴリンコースをかましていく。うん、そしたら投げる。あ、すごいな。はい、次にして何をする。ソファーをここにやるよ。え、ベッドとつなげたい気せん。友達泊まり来た時にさ、ベッド入らんかったらさ、そこだけ出せるちかいせん。いけん、ここに3、2、いけん、こう置くやん。
これにここにベッド置いて、無事中これ一旦こっちになって、うん、はい、机を机を一回分解して立てていきます、うん、こっち側に OK です。了解。絨毯を一回どけよう。うん、パレッこいつ引っ張る。このソファーが来てどんだけ嬉しかったことかな。ちょっとお引っ張りください。ドアやっとずらせます。でこの白いのを一回ここに立てて、でこの黒い枠持って行って、そこから白いに立ててもいい。これごと持っていこう。そしたらこのこう動かすときに入らんけ。よし、じゃあ俺のこのパワーズパワーで上きてねー。なぜかサイリウムが一本で、そうでします、一回でいく、一回でいく。出たんだな。ブロモラー大変。エコーカウダー。エコーカウダー。ベッド設置完了。ダメージ。いいや。やるんけ。アングル。やるんけ。やるんけ。当たってない。当たってない。当てたかった。アイくん、おい、ぬいぐるみ投げていくわ。レッツゴー。ヒホーニだ、ヒホーニだ、やらかしたにだ。見て、なんか見て、やらかしたにだ。開く。そしたら、ただいまカムサハムヌだ。お、やるやん。そのぐらいここまでやったんで俺。すごい、全部拭いた、綺麗に拭いた、ほこりも。でこれ一回洗おう。もうやめとこう、いいかな、もうやめとこう、やめとこう。よしよし、年末洗おう。でもこれもうちょっとあった方がいいよね、先生。だからみーちゃん見て、みーちゃん見て、見て、これこれこれみーちゃん、うん、あ、そうか、ゆき、今いい、今それぐらいでいい。で、今悩みどころがちょっとずつやります。じゃあこれ確かさ、これさ、あそこ入ったよな、あそこの隙間横にな。でも一番下取れんけ、もうこっちにやっとる。一番下何もやることないもん、これ取ることないけ。ここも片付けてほしい、二人とも。いらんものが多分3分の1。よし、これ片付けよう。ゴミ袋持ってくるわ、ね、今あそこ動画撮る。終わりました、片付け終わりました。はい、え、ここがこんな感じになって、でここに服が来て、で、で机があって、そこがあって、はい、この動画めっちゃくちゃいいと思って、俺たちがめっちゃ頑張ってるなと思ったら、グッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。